日本中部地方山県軍と山県氷見郡と山県氷見郡の範囲氷見郡は富山県にあった群。1896年に行政区画として発足した当時の軍域は氷見市及び高岡市の一部に相当する。江戸時代以前に伊水郡を二つに分け中軍、氷見郡と続称したのが始まりである。江戸時代初期加賀反省下において伊水郡により 氷見郡は分離されたが、1673年氷見郡は伊水郡に吸収された。1896年再び伊水郡から分離された。一太田村二宮田村三久保村四伏見城寺村五藤村六神代村七十二町村八氷見町九加納村十上 小村11、熊村12、即川村13、久しめ村14、青村15、矢豚村16、与川村17、稲積村18、五石村19、八代村20、宇なみ村21、女良村氷見郡役所1902年、氷見町仕切り町338に、氷見郡役所が設置される。軍会の廃止に伴い、氷見郡では1923年、 廃止記念式典を催し、残務処理を終えた3年後の1926年に、軍役所も廃止となった。この庁舎は、後に、富山県立氷見中学校に転用された後、1930年に開館した図書館となったが、1938年9月6日、台風襲来時の氷見町下伊勢町より発生した氷見町大火により、1500戸以上の建物と共に、 全勝した。ありがとうございます。